おはよう。チョコ。うん。といた。ありがとう。たまんところ。オッケーオッケー。今何してんの？今ね、デイリーのやつ入れに行くの。あ、いいねいいね。レイドさ始まる前にさ、ダイオドの操作一緒に確認する？え、確認したい。オッケーオッケー。じゃあレイド前にちょこっと集まろうか。うん。オッケー。はーい。またねー。回でも卵取ってきてもいいかもしれないんよな。卵、マグマの卵チャレンジ。どうしよう。でも死んだらな、ややこいからな。どうしようかな。欲しいよな。レベリングタイ。多分言ってあるから何をするか今日。だいぶね、ちょっと一回フリーで動けそうではある。でも10分ぐらいって言ったから、一回ちょっと時間かかることを言いつつ。硫黄と卵を狙って、硫黄だけでいいか、一旦。全部置いていくわ。落ち着いて、一個ずつ。おはよう。よいしょ、向きどーん。あ、ミコチーズいちゃーん。おはよう。今、レベリング、うんうん。スンちゃんのデイノが、お亡くなりになりまして、ああ、保管してもらうわね。オッケーオッケー。じゃあ、ちょっと、ワイバーンの巣とか、マグマの巣とか、ちょっとあさって、盗賊してくる一回。え、うん。ミコライトニングワイバーン。欲しい？うわぁ、奇跡が起きたらね。はい。うーん。オッケー。はいはい。じゃあちょっと、シェイクだけしとくね。うん、お願い。ありがとう。いやー、重量も、スタミナも、いい感じと。あ、これガブガブできないのか。逃げちゃう。肉くれー。まあいいや、サソリでいいや。あ、アルファいる。覚えとこう。一旦ここね。ちょっと頼む、みんな。ここにアルファがいるので、レベリングでパッと来るようにここを覚えといてほしい。この辺。すごかった。今日もう午前中から結構ずっとね、ディスコードで、オフコラボで家出発するまでね、ずーっと、なんだかんだ、チャットをしたり、ちょっと通話したり、作戦会議したりみたいな感じでね、かなり、気合入った感じで、なんかね、作戦会議をね、行ったりしてたよ。いつ寝てる？今日はね、なんか元からね、ちょっと何ヶ月も前から入ってた予定もあったりとかして、15分、持ってなくて15分寝れたか寝れてないかが。そう、だからさ、今日ね、7時45分で撮ってたじゃん？枠を。あ、ちょっと待って。あ、やばい。脳みそがまずいぞ。今日は気をつけろ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。で、7時45分から撮ってて、まあ、6時から7時の1期生のオフコラボ予定だったんで、それはずーっと把握してて、枠もちゃんと撮ってるし、自分でサムネだって作ってるし、全部分かってるはずなのに、ちょっと待って、やばい。なんかおかしい。間違えてる。ちょっと待って。まだアークに馴染んでない。ワイバーのストーリー過ぎてない。あれ？やっぱ記憶が、あれどこだっけワイバーナス。もうやばい、脳が回ってない。ちょっと待ってね。あんなに行ったのに昨日。落ち着いて。やばいやばいやばい。行き過ぎだった。でもマナガルム、ネット弾あれば、ピュッって行けそうだけどな。で、なんだっけ。やばい、脳が。みんな、睡眠は大事だよ。え、そう、6時から配信が始まるじゃん？で、1時間前に入る予定にしてた準備もあるから。で、1時間よりもうちょっと、もう30分ぐらい早めに入っといた方が安全かなと思って、1時間半前入りしようと思ってたのね。つまり、6時からってことは、4時半入りじゃん？4時半入りしたつもりが5時半ちょっとしかも遅れちゃって5時半になって5時半過ぎてしまっていたという話。まあびっくり。1時間時空が飛んでた。もう思い出したよ。ここに雪服もいいんだね。やっほ雪服くん。でもね、こっちをね。行き過ぎた。あれ？え？こんな近くだっけ？まずい。思い出してないのかな？やばい。ああ、
え、どこ行ってんの？怖い。やばい、自分が怖い。自分が怖い。こちらも怖い。いや、大丈夫。落ち着け。みんなね、焦んない方がいいよ。でも本当にちょっと待って、行き方を間違えたがゆえに、ちょっと場所わかんなくなっちゃったよ。ま、あれ？ここの辺じゃなかったっけ？この辺なはずなのにな。あ、わかった。霧が深いからじゃない。霧のせい説。で、ワイバーンさっき見えてたもんだって。ここ。びっくりしたー。というようなね、やっぱアーク、まだインしたばっかりだから、まだ精神が、精神と体とね、フュージョンしてない。よし。めっちゃ近くにいるな、ワイバーン。これ、なんか、すごい。意地悪な位置にいる。だいぶ、くそ、置いてきたスパイグラス。あれ、どうしよう、ライトニングだったら、終わる。嫌な位置だな。あれが、あ、つから出て、逆に出てきた。逆に出てきてて、アイスだと確認しました。アイスだと確認しまして。だーはい。まずい。けっ。でもこれで、逆に、タグが切れますよという話で。するよ。よし、こういう一歩ずつが大事。いや、今日めっちゃ多くない？なんか。なんだ、簡単に胃を取らせないぞ、みたいな。よし。卵が先か。でも、毎晩遠いから、卵先でもいいかな。硫黄は多分他のプテラでも取れる。よし。これね、見にくい。うわ。やばいか、これ。これ硫黄じゃね？オブジェクト。作戦その1、そこの手前の巣のあるじゃん、多分卵が取って外に出す。でもライトニングだったら終わるんよな。賭けではある。でもどう思う、今日の運勢占い。行くぞ、やるぞ、すぐ逃げね。絶対ついてきてるかな。もう後ろを振り向かない。で、これで出てくるんだ。よいしょ。あ、やばい。いっぱいいる。これさ、今日さ、なんかプテラの人たちね、調査兵団の立体機動隊として硫黄とマグマの卵とワイバーの卵をさ、取れる人をね、増やそう作戦を考えてたんだけど、これはね、むずい。教えるときにね、事故る可能性が高い。よいしょ。あんた
きなそこ。みこちー、はいはーい、見て、はい、うわーやってんな79レベル。これもっと先輩が、これ165レベルだよ。やべ、どうよ、ほんとだ、めっちゃいいじゃん。いいでしょ。これね、誰か欲しい人がいたらあげようかなと思うんだけど、まだなんだろう、火力を持ってない人がいたら譲ろうかなみたいな感じだけど、どうしても欲しかったら一番に言ってくれたみこち、こうやって吹かしてもいいよ。いや、でもみこ、あの今日デイノやるから。そうよね。もしデイノがその主力になれない、はい、ありがとう、セーデが来るようになったら欲しいなと思ってただけだから。オッケーオッケー、ムキさん使っちゃってくださいよ。いや、もうムキロゼはワイバン使う前から、誰かにちょっとじゃあ、あげちゃうね。うん、うん、おいよ、じゃあ声かけちゃおう。ありがとう。はい、私もう一回メスが生まれて、うん、そしてデイノの時代が終わったら乗ります。いや、デイノマジで強いからね。本当に、デイノさん、まだミコたち信じれてなくて、うん、最後まで使えるんですかね、デイノって。あ、使える。もう育ってたら、どんだけ強いやつでも割合でダメージを出してくれるのね。だから、敵が強ければ強いほどダメージは出せるんだけど、ヒット&ウェイみたいな感じだよね。ちょびって かぶってして逃げてみたいな。あ、なるほどね。うん、結構テクニックやっぱ必要なの。ずっと噛み続けるの筋でやっぱダメってことですよね。あ、そうだね。で、体力もある程度上げたいって感じだね、レベリングして。今そのとりあえず攻撃500、今もうすぐ600になるところまで上げてて、あと体力かなって思ってて。うん、体力どのぐらい、もうあれだけ伸ばしとけばいいのかな。体力と攻撃に振っちゃっていいと思う。オッケーオッケー。うんうん。で、結構最終日まで生き残れるタイプのデイノ隊ですか。レベリングがうまくいけば超超超戦力になるだよ。マジ超戦力。うん、嬉しい、頑張る。育てようぜ。また新しい卵でどんどん強くしていくわ。あ、そうそうそう。だから卵を必ずレイド前に残しとくといい。うんうん、そうっすね。ねえ、双子？え？双子出た。双子じゃん。え、これ双子、スイちゃん今さ、テーマ枠なんか？これ、このデイノで2だよ。あ、どっちも親になっちゃったんだ。どっちも親になっちゃった。うん、もしいらなかったら、運営さんに1匹引き取ってもらってないことにもできるし、まだ枠が逼迫してないんだってな。いや、でも大人になっちゃったら引き取ってもらえないかもな。里親って言ってたし。そうだよね。今、みおちゃんが、デイノは、欲しいっていう予定だったんだけど、22時以降にログインしてくるっていう感じ、うん、卵は残してこうかなって思ってたんだけど、うん、みおちゃんにもし里親になってもらえるんだったら大変助かるんだけどね。確かに。もし、運営さん的に可能ならだけど。うん、そうだね、聞いてみるといいかも。すり込んじゃったんですけどって言って、欲しいって言ってる子に里親になって欲しくて、それって変えられますかみたいな。もし、うん、いらなかったらそのままさ引き取ってもらえますかみたいな。なんかノラのステゴサウルスが邪魔してくるんだけど。こいつ、カナタンがね、ノブらしいからちょっと、おー、届けないんだな。ここまでゲロスとかに。ライトニングワインバーン165育てたい人先着1名。誰もいらないのかも。だーだだー。あ、おはよう。欲しいけど点点。そうよね。けどけど点点。ダイヤウルフだ。昨日スバルもめっちゃスキルされたやつだ。うん、はいはいはい。でも、うん、あ、アキちゃん行こうかな。うん、畑作っといたよ。うん、びっくりした。あ、ほんと？すごい、ライトニングワインバーンじゃん。これ、欲しい人いない？165レベルなんだけど、めっちゃいい感じの。かっこいい。すげー。すげー。コントライト。いいんじゃないか？ね、これ誰かに。優先的に。うん、誰かにさ。食べちゃいそうになるか怖い。確かに。怖い。いや、これ、ちょ、冷蔵庫にさ、入れるから、誰か一人欲しい人。うん。
れじゃないですか、その見つかるまではその食べない人が持ってた方が確かに、いいボタンパッて持ってね、間違って食べない人ちょっと怖い、ぶっちゃけ、うん、確かにここの冷蔵庫に食べるかもしれない、うん、そう、入れたか、ここ、ここ、ここ高レベルがすごい、うん、今取ってきたんすか、かっこいい、そう、今取れちゃった、うん、すごい、マジでライトニングワイバーン、そう、胃を取りに行こうと思ったら、そう、ワイバーンがうじゃうじゃいすぎて取れなくて、タゲ引くために卵適当なの取ろうと思ったら、こいつだったわ、目的はマグマなんよな。ちょっとテイムは今日はやばい音がする。でも散らしとく、ワイバーンを。なぜかというと、ネット弾をすね、そのためにロボコさんにお願いしてたから、ネット弾でパーンの麻酔矢でババババババのスヤーのミルクからのガブ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 よのためのネット弾をね、誰かお願いできないですかって、でロボコさんが作ってみるよって言ってくれてね。はいはい、ただいまただいま、あきらず先輩、うん、どうした。実はですね、体めっちゃこう、なんだろう、番長が持ってる銃口が長い銃が欲しいんですよ。あ、ポンプ式ショットガンね。そうそうそう、それからでにもくれませんか。あれね、1個しかなくて、あれを後々作れるようにね、なりたいんだけど、そのためにはめちゃくちゃの量の金属とポリマーとセメントと水晶とか鉄が必要だから、集めてくれたら作れる。奴隷誘われてる、もしかして。でもそれがないとね、マジで作れないんだよね。しょうがないな。もしくはじゃあどれぐらい集めてきたら作ってくれますか。ね、ちょ、こっち来て、こっち来て。あれ、もしかしてもうあったり。あー、ないな、ちょっと待ってね。そう、これマジかっこいい、ほんとやばい、天才。どこ行った、カナデ持ってにいるわけじゃん。あったあった、カナディ、ごめんごめん、これ見れる、これ。あ、見てみます、これ拾って、そう、それ設計図なんだけど、すごい、その数があれば1個作れるよ、それは。なるほど、これ、え、多くない。そう、そのぐらい強いやつ、あれ。金属インゴットっていうことは、金属をどれぐらい掘れば出てくるんですか。金属は、金属鉱石2つで金属インゴットが1個できる。だから、2500金属、金属鉱石、3700セメント、4500ポリマーぐらいかな。やめて、でもこれはめっちゃ強いやつで、もっと弱ければ簡単に作れるよ。そっち作ってみる。それはね、え、じゃあ番長はこうやって決めてきたんですか。うん、さっきね、何にも乗れるものがなかったから使っていいよってなってる。なるほどなるほど、そうそう、楽しちゃったんかな。いいですか、どれだっけ。肉肉肉、はい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 、ゼロマン行ってくるんですけど、あ、今からね、行こうかって。うまくちゃんと当てれば一発とかでいけると思うんだけど、一人3個ずつぐらいあれば。あー、リグ、あとでいくよ、あとでいく、あとでいくって、やばい、一人三つぐらいあれば。三つぐらい、うん、ありがとうございます。うんうん、できれば、羊肉がいいらしいよ。かなでいい。その辺にね、焼いた羊肉が冷蔵庫に入ってると思う。あるんだ、ここにはないな。かなでいい、あ、今何やってんだよ。かなでいい、はい、カナディ、今恐竜何持ってるんだっけ。なんですか、こっちおいで。今さ、持ってる恐竜って何。マモスちゃんね。マモスよね。他にさ、なんか戦ったり移動したりする恐竜欲しいよね。欲しい欲しい欲しい。今この拠点に一つしかなくて、まだ誰も持っていない恐竜欲しい。ぐら
いまでに満足になったら欲しい。そうそうそう、せっかくなら可愛いやつ。可愛いやつ欲しいよね。卵から帰っちゃうみたいな可愛いやつ欲しくない？欲しい欲しい欲しいよね。おいで。なんかまあ自由に行っちゃって、はい、ありがとうございます。なんかじゃん。なんだこれ、拾っちゃっていいんですか？いいよ、間違って食べないようにだけ気をつけてね。はい、なんだろう。 I wanna come, I wanna come。 ライトニング、かわいい、ライトニング、ちゃん、はい、ちょっとさ、相談したいんだけど。うんうん、かわいい。僕今仕事ちょっと求めてて、石が足りないから石奴隷になった方がいいかなってちょっと相談。あー、石ね、石、今石のドエディを持ってる人が誰もいないのかな。なんかあのカナデが一応石奴隷らしいんだけど。あれ、それ誰かが言ったんすか？カナディ？あ、カナディじゃないわ。初めは奴隷じゃないんだ。働け、間違えた、初めまで働かねえ、働け、お前しろ、見ろ、青さんを。え、オカユンって今さ、デイノを育ててくれてたよね。そう、デイノと、うん、鳥を一匹ずつ持ってて、あと一枠空いてるからさ、うんうんうん、何かみんなに力になれないかなと思って。うわー、まあ、確かにドエディはね、いてもいいかもしれない。ベロナってやつ、行くから。石が全然なくてさ。そうだよね、なるほど。ドエディを行ってもいいかも。本当？うん、お願いします。鉱石、金属鉱石、一旦この辺でいいかなって感じ。いっぱい、あー、オッケー、じゃあ行こう。待って、カラメルの武器、制作に使わせてもらいます。おい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 、なんだなんだこいつ。あきちゃん、あきちゃん、あきちゃん、はい、ごめん、あの取り急ぎ、カナタがケサル見つけたからいるかどうかだっけ。あ、それね、テイムしたやつ。あ、大丈夫か。うん、OK、ありがとう。あきちゃん、そのさ、ドエディって、あ、なるほどね。じゃあ作れる、誰かに手伝ってもらったらいい、テイムするの。あ、そうだね、ドエ、アルゲンを持ってる人に声をかけて、ドエディを見つけて拠点とかに持って帰ってもらうとか。なるほど、僕もさ、アルゲン持ってるんだけどさ。あ、じゃあオカユンいけるわ。一人でできるの？一人でできる。自分で作った方が本当？うん、ハーフランチャーし、なんか多分カナディも暇そう、はい、暇そうだから。違う違う、カナディはいいわ。その卵はね、どうぞどうぞ。その卵はワイバーンのミルクってやつをあげなきゃいけないんだけど、そのためにはワイバーンを麻酔屋で眠らせなきゃいけないのね。で、それを頑張ってやってミルク取ってきてあげるから、それまでは頑張って素材集めとか、さっきのおかゆのテームを手伝ってあげてほしい。はい、わかりました。そしたらそいつ産ませられるからね、楽しみにしてて。わかりました、うん、じゃあ宝石とかいっぱい掘ってきますね。うん、もう奴隷に、奴隷かね。いけそうかな。なんか肉も食べ過ぎたかも。姉さん、はいよ。食べ過ぎた？今ね、あの青くんのハーフ見つかんないよ。うん、青さん、体の子もしかしてめちゃくちゃでかい？あ、普通？いや、めちゃくちゃでかいかも。かなでちゃんの配信でかなでちゃんの声がでかいじゃない？あ、そういうこと？こっちは大丈夫だけど。オッケーオッケーオッケー。ちなみに、あきらめ先輩、うん、自分の声普通ですか？いや、だいぶでかいかも。でかいんだ。でかいらしい。かなでちゃんの声がいつもでかすぎて、ありがとう。そんなもんなねえだろ。ぽ、あきらめ先輩、こんな感じでどうですか？麻酔薬打ってもらう。あんまり変わってないかも。え、変わってない。変わってない。1億メートル先まで聞こえてたの。そう、多分ね、声の範囲がちょっともしかしたらバグってるから再起動してきてもいいかもね。なんかささやきになってるよね、それ。なってるなってる。そう、でもね、1億メートル離れてもカナディの声が同じ大きさで聞こえるんだよね。カナディね、スチームスチームでね、はい、電池でだから。あ、わかりました。え、ムキさん、ミクたち行ってくるね。あ、オッケーオッケーオッケー、頼んだ。頑張ります。
すげえ。どうだろう。なんてこと。諦め先輩、諦め先輩。あいよ。これでどうですか。ちょっともう一回喋ってみて。喋ってる？あ、いい感じ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 。あ、ナイス、ナイス、ナイス。いいよ。あ、で卵さ、持ち歩いてると腐りやすかったりするから、この冷蔵庫に入れとくといいかも。わかりました。うん。誰か取っちゃったらどうしよう。いやー、まあ真面目にやってたら取られないんじゃないかな。はい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 、ここにいるよ。卵食べちゃった、どうしよう。あーい、まあ、アークよくあることだから、それはもうなくなったということで。おいしいご飯。ノープロブレムよ。でももうライトニングは今もう難しいかもしれない。一旦話はなかったことに。食べちゃった。お母さん食べちゃいました。音量の間に何食ったんだよ。ライトニングバイバーの卵食べちゃったらしい。やってたやつ。やってたやつ。間違って落ちちゃったやろね。分かる、うん、これアークでよくあることだからね。絶対やるからね。ライトニングバイバーになるんじゃない、この後。確かにかなりがなんか、うん、雷吐き出すかもしれん。うん、あの、カナで卵食ってませんでした。え、よかったわ、すげえ。食ってない。今、孵化させてます、孵化させてます。なんだろう。今ね、聞いてみた、一人大事件起きてた。ちょっと返事来るまで待っててもらう。